円の面積を求めましょう。図をご覧ください。三角形 ABC が円に内接していて、その面積は9平方センチメートルです。この時円 O の面積を求めなさいという問題になります。まずは A から BC に向かって垂線を引きます。そうすると三角形 ABC の高さに当たりますので、まずはここの長さを求めていきたいと思います。底辺×高さ ×2 分の1イコール9という式を作ります。あとは約分できるところをすると 3×AH イコール9、ここの3も両辺3で割ることができますので、折り算をして答え AH イコール3、3cm ということが分かります。次に三角形 AHC に注目してください。これは直角三角形なんですが、 3cm、5cm ということで AHC の長さ三平方の定理を使っても求められますが、覚えておくと便利なのではないでしょうか。 HC の長さは4センチということが分かります。次です。 A から O を通る直線を引きます。このような三角形ができます。そうすると AD は直径になりますので、この部分がまずは直角になります。すると三角形 ABH、三角形 ADC というのが見えてくると思うんですが、この2つの三角形相似な関係にあたります。なぜかというと、まずここがどちらも90度90度、等しいということと、弧 AC に対する円周角ということで角 B と角 D が等しい、2組の角がそれぞれ等しいので相似関係にあたります。また今 HC を4センチと出しましたので、BH の長さも出すことができます。BC が6センチですので、6-4で2センチとなります。情報をまとめるとこのようになります。目的はまずは AD の長さを出したいんですね。それで最終的にそれを半分にすると円の半径が出てくるので面積を求めるというわけです。まずは斜辺 AB の長さを三平方の定理で求めたいと思います。2の2乗足す3の2乗イコール13ですので、AB イコールルート13。これで2つの相似で比の値を取ることができますね。計算をしていきます。ルート13対 AD イコール3対5。こちら計算していくと3分の5ルート13になります。AD は直径なので求めたかった半径はその半分ですね。なのでこれに2分の1を掛け算します。AO イコール6分の5ルート13ということがわかります。これが円の半径になりますので、S イコール πr2 乗ということで、π×r2乗。こちらの計算少し大変なんですが、計算ミスしないように気をつけましょう。36分の 325π となりますので、答え36分の 325π 平方センチメートルとなりました。いかがでしたか？見てくれてありがとうございます。バイバーイ。